韓国鉄道セマウル号型機動車は、かつて、韓国鉄道庁韓国鉄道公社が所有していた、機動車の総称。1987年から1994年に、かけて製造が行われ、韓国の優等列車である、セマウル号に使用された。DHC-PP 動車という愛称でも呼ばれていた。この項目では、大統領専用列車として製造された。 吉富号についても解説する。1969年に登場した観光号をルーツに持つセマウル号には長らく機関車が牽引する客車列車が使用されていた。1980年には201系機動車が投入されたもののステンレス製客車製造に伴い数年で無群ファ号に転用された。だが、1988年にソウルオリンピックの 開催が決定したのを契機に、韓国鉄道庁は輸送力増強のためセマウル号に、再度起動車列車を導入することを決定した。これが、セマウル号系と総称される車両である。両端の先頭車は、車内の運転台側半分に、マトゥー製のエンジンが一気搭載されている一方、中間車は、動力がない付随車という動力集中式列車で、制御装置は、 ホイト製の液体式変速器を用いた。車体はステンレス製で、座席は一部の特質車を除きにプラス2列配置の回転リークライニング式、クロスシートだった。製造時期や用途に応じて以下の3系列の製造が行われた。狭ウル号型機動車の編成は、主に以下の車種によって構成されていた。なお付随車は1986年から生産された。 ステンレス製客車とほぼ同じ構造であった。最初の形式である101系は1987年から営業運転を開始し、翌1988年以降は出力や編成の増強を行った111系の製造へと切り替わった。1992年以降は民間資金を利用して製造を行う民有車両方式を使った大量増備が実施され、 事故廃車による減少が起きる前の1995年1月1日の時点で送車量数は438両に達した。1997年の時点で韓国各地に設定されていたセマウル号38往復のうち30往復はセマウル号型機動車を使用したものであり、輸送力増強に加え乗客サービスの向上にも大きく貢献した。 6両編成や8両編成での運用に加え、同一形式を2本連結した16両編成の列車や途中駅で分割併合を行う多層立て列車も設定された。しかし、2004年4月1日に韓国高速鉄道が営業運転を開始したことで、セマウル号型機動車は韓国の最上級列車としての地位を退いた。 また老朽化が進んだことで2006年以降運行を離脱する車両が現れ始め2013年1月15日をもって機動車列車としての営業運転を終了した。戦闘車については耐久年数が切れたことですべて廃車された一方、中間車はジャンパ線の規格変更などによる客車への改造を経て引き続き使用されたが それらも ITX セマウルへの置き換えが進み、最後に残った超高線での運用も2018年4月30日の運転をもって引退した。1979年から2001年まで使用されていた先代の機動車に代わって導入された大統領専用の特別車両。大統領の移動以外に国品輸送にも使用される。セマウル型機動車と類似した外観を持ち、 4両編成2本が製造されているが、所言などそれ以外の情報は保安上の理由から非公開となっている。また、列車の管理は韓国鉄道公社ではなく大統領府が行っている。ありがとうございます。